皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回紹介するトミカは、トミカナンバー11番、ランボルギーニ、ウラカン、STO、初回特別仕様になります。スケールは62分の1になりますね。で、アクションギミックは、えー、ない、みたいです。はい。で、ボディカラーは、緑になりますね。で、下の部分が黄色になります。 このリアウィングがかっこいいですね。で、ここにはランボルギーニの、まあ、ちゃんと許可を得ましたというシールですかね。はい。で、このシール、すごいですよね。光に当てると、はい、こんな感じでキラキラ光るようになっています。綺麗な感じで。いいですね。はい。 特に文字とかは変化とかはしないみたいですね。なんか前なんか文字が変わってたこともあったと思うんですけど、今回はそういうのはなさそうですね。はい。虹色にこう、光る感じですかね。光るシールになってます。で、ここにも英語が書いてありますね。ランボルギーニーのロゴマークと文字。そして材質表示はこちらに書いてあります。 こんな感じですでめんだいベト,ベトナム製になりますそれではまずビニール剥がしからいってみましょう恒例のビニール剥がしちゃんと開くかなよいしょ 無事に剥がせましたはいそれでは開封していきますよいしょよいしょはいじゃか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 ーおーかっこいいあとは入ってないですね わめちゃくちゃかっこいいです。じゃかじゃかじゃかじゃがーんじゃがーん。おー。それではまず全体を見ていきましょう。まず左側面。前。右側面。 後ろで真上真下ですしっかり加工されてますねいい感じです で、サスペンションありません。では、詳しく見ていきましょう。えっと、先ほど、えー、箱のパッケージを見たら、あの、黄色に見えたんですけども、ここですね。こことか、あと、この下の部分ですね。はい。実際、見てみたら、黄色ではなく、金色でしたね。えっと、ゴールドでした。はい。で、えー、っと、 タイヤですね。ホイールはワイドタイヤ、レーシングタイプになってます。やはりスポーツカーな,なんでね。はい。でえ、ドアの部分、ここには STO と書かれてますね。しっかり担保印刷になってます。素晴らしい。いいですね。はい。で、え中をね、見てみましょう。 うん、ハンドルありますね。お内装も細かいです。ギアも確認できます。で、シートもね、しっかりありますね。あ、しっかり模様もあります。いいですね。で、えー、左ハンドルになってます。はい。で、ダッシュボード。 はいそして前ですね前がこんな感じですおーかっこいいこのゴールドのねラインがとてもかっこいいですねこのデザイン気に入りましたでヘッドライトはクリアーパーツではなくえー、っと黒の塗装のでん 黒の塗装ですね。で、その上に、このライトの模様ですかね。ヘッドライトの模様がしっかり書かれてますね。えっ、ー、と、銀色の塗装で塗られています。かなり細かく書かれてますね。これいいですね。はい。ヘッドライトはクリアパーツではなかったんですけども、こういうデザインのね、ヘッドライト、すごく いいですね。はい。おで、フロント部分には、ランボルギーニのロゴマーク、エンベルムが書かれてます。担保印刷になってますね。ここもしっかり色分けされてますね。このボンネットの部分ですね。はい。ここは緑色なんですけども、この部分は黒でしっかり色分けされてます。 で、反対側です。反対側からも中を覗いてみましょう。 で、後ろですね。うん、後ろもかっこいいですね。グリルも細かいです。で、この金色のゴールドのラインですね。ここもしっかり色分けされています。で、後ろの部分にはランボルギーニ。 の文字が書かれてます。筆記体で書かれてますね。で、タンポ印刷になってます。で、ブレーキランプも色分けされてますね。赤の塗装でしっかり色分けされてます。こちらもしっかり色分けされてますね。で、リアウィング。こちらは別パーツになってますね。 こんな感じでここの模様もかっこいいですねこのデザインがすごくかっこいいです。 で、ここも色分けされてますね。で、走りはこんな感じです。 というわけで今回はトミカナンバー11番ランボルギーニウラガン STO 初回特別仕様の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。チャンネル登録と高評価お願いします。それでは失礼します。さよなら。